イタリア北部のミラノで1日、食をテーマとした国際博覧会ミラノ万博が開幕しました。10月31日までの期間中、2000万人以上の入場者を見込んでおり、日本館では和食文化の魅力を紹介することになっています。ミラノ万博にはおよそ150の国や国際機関が参加しており、それぞれの国の食文化を紹介するほか、飢餓や肥満、食料の安定供給など現代の世界が抱えるさまざまな課題に関するメッセージを発信する予定です。ミラノ郊外に設けられた日本館のテーマは共存する多様性。どうぞ。開館式典では関係者がテープカットをして、日本館の特別大使を務めるハローキティが来館者を出迎えた後、茶道の実演などが行われました。日本館には刺身や天ぷら、そばなどさまざまな日本食を揃えたレストランが入っていて、店舗の前には長い行列ができていました。和牛ステーキやすき焼き、丸米提供の味噌汁も好評で、来場した人たちは和食の魅力を楽しんでいました。